今回は2022年に作った水草レイアウト参戦。どうもカプラです。大好評のアクアリウムトークですが、第22回ということで、今回は2022年に作った水草レイアウト参戦というショート動画の内容を深掘りして、思い出話とかいただいたコメントにお返事していきたいと思います。2022年に作った水草レイアウト参戦ということで、作ったレイアウトがこちらです。1個だけ黒いのがありますね。2022年のレイアウトは僕にとって挑戦の年でした。今までやったことのないレイアウトをテーマにやっていきました。1つ目が90センチスリム水槽です。妖精水草を集めたカラフルなレイアウト水槽です。初めて90センチ水槽にチャレンジした思い出の水系です。2つ目が45センチレギュラー水槽、陰性水草レイアウト水槽です。当時アクアリウムをやる時間がすごく少なくて、メンテナンス頻度の低い水槽を作りたかったという思いから作りました。3つ目、45センチレギュラー水槽、ブラックウォーター陰性水草水槽です。ちょっと変わった水槽を作りたくて、今まで作ってこなかったブラックウォーターに挑戦しました。これらをね、簡単に紹介していきます。1つ目、90センチスリム水槽です。当時水槽は60センチが限界でした。置く場所も少ないし、水槽の数もそんなに増やせないし、この頃アクアリウムに沼ると出てくる症状の一つ、90センチ水槽をやりたくなっちゃう症候群が発症して、手に負えなくなってました。一度は90センチレギュラー水槽を中古で購入して、設置を家でね試みたんですけど、その重さに断念しました。2階でアクアリウムをやってるんですけど、重すぎて90センチ水槽を持って階段を上ることができませんでした。一旦買った中古の90センチレギュラー水槽を売って、ならばアクリル水槽にしようと決意した僕でしたが、結局日よって90センチスリム水槽を買いました。水量が60センチレギュラー水槽と同じ65リットル程度で、水替えとかトリミングレイアウトが意外と楽でした。これはね、これで良かったなと。すごくレイアウトしやすいし、リセットもしやすくて、結果すごく気に入ってます。気軽にワイド感が楽しめました。今はもうレイアウトを作ってから2年が経とうとしてます。この水槽が今どうなってるかはまた別の動画でね出そうと思ってますので、気になる方はグッドボタン、チャンネル登録してまた見てください。2つ目が45センチアヌビアスの森水槽です。当時生まれて間もない子供がいて、慣れない育児をしたり家事をしたりしてる中で、 YouTube の撮影と水槽のメンテナンスをしてたので、なんとか水槽のメンテナンス回数が減ってもね、維持できる水槽を作っておきたいなと思ってました。それで一番最初に浮かんだのが陰性水草中心の水槽だったんです。でも陰性水草って1ポット2000円とかするじゃないですか。かなり高いのが普通なので、そんな高価な水草を水槽いっぱいに豪華にね使ったレイアウトなんて夢のまた夢なんですよ。ところがある日、その願いはね突然叶ったんです。行きつけのアクアショップにふらっと立ち寄ったら、陰性水草がセールで売られてたんです。大量のアヌビアスが1パック300円ぐらいで処分セールをしてたんですよ。そこでまとめ買いしました。全部で19ポットです。とんでもない量のアヌビアスを手に入れた僕は、まさに幸せの絶頂でしたねその後アヌビアスが苔だらけになって、陰性水草の維持の難しさを痛感したり、溶けて株を減らしたりね、いろいろありました。この辺りの苦悩は概要欄の動画リストから見れますので、ぜひね興味ある方は見てください。これがきっかけで今でも陰性水草にドハマりしています。3つ目は45センチブラックウォーター水槽です。初めての試みで作ったブラックウォーター水槽ですね。ブラックウォーター水槽って流木を煮出して出る黒い汁をそのまま水槽に使っちゃおうよっていうものです。茶色の成分に含まれるタンニンやら酸やらが水質の pH を下げて病気をしづらくて、あと魚も本来の色、艶、輝きをねしだすっていう、
ものすごい恩恵があるそうです。でメンテナンスが楽で水替え頻度も少なくて済むし、魚も病気をしづらくて、ネオンテトラの輝きも増して見えるっていう効果付きなので、一度は作っておきたいなと思ってました。で実際作ってみたんですが、作り方は簡単で、アク抜きをしない流木を入れておくだけです。水替えをするとね、だんだん茶色が薄くなってきます。流木から出るアクも少なくなってくるので、新しい流木を足したりマジックリーフを入れたり、アクを維持する素材は必要です。ただ水替え頻度は少なくて、1年経った今でも立ち上げた当時から足し水だけで維持してます。水草はアヌビアスとボルビティス、ミクロソリウムを入れました。ミクロソリウムの一部がね、茶色く枯れて溶けてしまったんですが、他は元気で育ってます。メンテナンスの落差と入れてる魚の輝き具合に見惚れて、大きな水槽で本格的なブラックウォーター水槽を作りたいなと思っています。ここでショート動画にいただいたコメントを返事していきます。ふうやさん、ブラックウォーターにすると魚の発色が良くなりますね、ということで、そうなんですよね、本当なんですよね。僕も今回初めて立ち上げたんですけど、本当に発色が良くなりました。これには驚きましたね。おそらくふうやさんもブラックウォーター水槽作ってて、実際にね、魚の発色が良くなったんだと思います。これね、本当に効果あるんだなってのは感じましたね。ヒロック三十一さん、90センチスリム水槽はどこのメーカーですか、ということで、ことぶきレグラスフラット F90S スラッシュ B ってやつで、ことぶきの90センチスリム水槽なんですけど、重量がね14キロしかなくて、これ簡単にね一人で持てます。で容量も60センチレギュラー水槽とほぼ一緒の60リットルということで、あと一番の特徴ね、これが一番の特徴かと思うんですけど、値段が安いんですよ。1万円しないで当時買いました。9500円かな。しかも送料込みで。今だと1万円ちょっとするとは思うんですけど、それでもね、送料込みで1万ちょっとだったら、まあ、安いんじゃないかなと思います。なので、このことぶきのね、レグラス、おすすめです。ひなぞうさん、ブラックウォーター水槽のフィルターは外部式ですか？透明になってきませんか？ということです。うちの場合は外部式フィルターで立ち上げました。エイハイムの500を使って立ち上げてますね。本編の動画で出してましたけど、外部フィルターを使うことで、あまりね、茶色から水が色が薄くなったっていうことはないですね。特に活性炭のフィルターを僕使ってないんですよ。露材にエイハイムのメックとエイハイムのサブストラットプロを入れてて、それとあとメッシュね、メッシュの面みたいのを入れてるだけなんですよね。活性炭とか入れちゃうと茶色い成分を吸着しちゃって透明になっちゃうっていうことがあるんですけど、特に吸着成分は入ってないので外部フィルターでも全然維持できてます。佐世保っ子さん、そこに川子をひとつまみということでやめてくださいせっかく綺麗に維持してますから、おやめくださいはい、ということで、いただいたコメントね、でした。はい、ありがとうございました。以上がね、2022年に立ち上げた水槽の3選ですね。他にも立ち上げた水槽があるんですが、特に思い出深いのはこの3つです。これらの水槽を立ち上げてからもう1年から2年くらい経ってますね。で、この水槽の水草たちが今どうなってるのか気になる方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。